こんにちは、カウンセラーの矢野手美です。今日はですね、インナーチャイルドワークとセクシャリティの関係についてお話ししようかなと思います。あのですね、インナーチャイルドというのはやはり子どもの時に、何かが欠乏している、欠陥があると、思って育ってしまった、その本来の自分の姿っていうのがもう恥で恥ずかしくて、もう意味のないものだ、価値のないものだっていう、ある意味共依存という言い方をするんですけど、自分が何か足りないから誰かに、こう寄っかかるというか、誰かに埋めてもらうということをしてしまったりとかですね、そういう関係性のことや、そのやはりその自分に何か欠陥があると、常に恥ずかしい存在だっていう、慢性的にその悲しい状態みたいな感じですね。なんで慢性的にうつ病というか、で全てのね、なぜうつっていうか、感情がなくなるんですけど、なぜかっていうと全ての感情が恥ずかしいなんですね。いけないことなんです。子供の時からそうやって教わってきてるんでしょうがないんですけど、怒りとかストレスとか恐怖とかももちろんそうですし、悲しみとかも何度も言ってるようにそうですし、何しろ喜びとか楽しみさえも恥ずかしいって感じてしまうんです。いけないことだみたいな、こんなこと考えちゃって恥ずかしい。で、親の世代からそうなんですね。親がアダルトチャイルドですから、アダルトチルドですから、それを受け取る。で、何かが足りないんですよね。だからね、自分の子供が何かを欲しがることは普通のことなのにもかかわらず、なんかいつでも怒ってしまうみたいな、そんな欲しいって言っちゃダメだよみたいな、そんなあれも欲しいこれも欲しいじゃないでしょうとか、愛情とか時間とかもまさにそれですね。お母さん時間ないんだからとかもそうだし、あなたこうしないとダメよみたいな、ちゃんとこういうふうに、なんか年をある程度取っていけば、子供って社会性のあるものなんで、学んでいくんですけど、そんなふうに、女性は特にですね、男性はまた違う形であるんですけど、女性は特にそんなことをしてたら恥ずかしい、お嫁に行けない、恥ずかしくない子に育ててあげるみたいな、もう存在自体あなた恥ずかしいみたいなことでですね、その結果なんか欲しいものを感じたりとか、何をするに新しいことを始めたりするとかにしても、何をしても恥ずかしさを感じてしまったりとかもします。あとですね、助けを求められない親ですよね。だからね、その自分でやんなさいとかもあるし、助けをもう求められない、自分がなんか傷ついた時に親のことを考えて助けを求められないとですね、今度はまた人の助けが欲しいと思うと恥ずかしくなってしまったりとか、もうどんな状況でも私ってダメな存在で恥ずかしいのよみたいな、もう誰にも見せたくない、何をやってても恥ずかしいというような状況になります。その子供の時からこれがダメだ、あれがダメだ、これをしろあれをしろってずっと教わってきてるから、で、そういうふうに学んだ親っていうのはそう学びがち、教えがちですね。で、その中でも、すごくよくあるのが、どんな状況でも性的に興奮を感じると、恥ずかしい、もうまさにそれです。やっぱり子供のとこからそんなとこ触っちゃダメでしょうとかもそうだし、あんな汚いこととか、やっぱり性的なことって恥ずかしいこととして、親に汚らしいこととして親にから学びますね。親だけではなくて社会から学びます。なので楽しいこととか喜びを感じることとか、もっと学ぶべきこととはしません。危ないこととか、逆に言えば守るべきこととか、避妊とかもそうじゃないですか。で、なので性的な、インナーチャイルドっていうか、親との関係がまずきちんとしていないと、やっぱり性的なものに対するその恥ずかしさもそうですし、あとは、親のその両親の夫婦仲を見て、ああいうのが夫婦なんだって思ってしまったりとか、
あとは一番最初に出会う男性がお父さんで、一番最初に出会うかあの女性がお母さんです。つまり男の象徴はお父さんであり、女の象徴はお母さんなんですね。だからお母さんが嫌いな人とかは、なんだろう、やっぱ女になりたくないんですよね。だから女になるしっていうと、それやっぱ性的なことじゃないですか。だからセックスがなんか気持ち悪いっていうのは、やっぱお母さんみたいになりたくない、女になりたくないみたいな、そのもありますね。だからそういうふうにね、あの本当に深くね関わってるんですよね、その子供の時からの関係というか。でそれはあのやっぱだから全然関係ないことはなくて、どうしてもそこから感情を抑えるとか、まあ、セクシュアリティって生きる喜びとか生きる欲なんで、そういうものを抑え続けられてるところ、だから鬱っぽい人とかをその喜びっていうのを楽しめなくなってしまってると思うんでね。なのでそのブロックを取っていくっていうことが、私がやっているインナーチャイルドワークオリジナルペインエクササイズといって、悲しみを見つけてそこを癒していくっていう作業になります。もし興味があったら、あのプロフィールの方からブログも読んでみてみてください。インナーチャイルドワークは、7日間の無料の、インナーチャイルドレッスンというのもね、あのメルマガで登録すればやれるので、本当に無料でできるので、ぜひねこれなんかちょっと気になるなとか、どういうもんなんだろうって思う人はぜひあの登録してみてください。ということで、今日はセクシャリティ と、インナーチャイルド、アダルトチルドレンについてお話ししました。ご視聴ありがとうございます。